こんばんは。先週風邪とぎっくり腰をダブルでやるという43歳にしてヘビーな体験を初めてした下町のワイン番長 This is all you can。もともと腰痛持ちなんですけど、咳しまくってて腰に負担がかかりまくって、それでぎっくり腰になったって。咳が出て腰が痛い、咳が出て腰が痛いみたいなのをずっと繰り返しててしんどかったです。はい、こちらをご案内します。アンドレ・ボロームさん、ビレックレッセオールクラセ2020です。実はもうこの前過去に同じヴィンテージでご案内してて、うちのセラーで1年寝かせたんですよ。で実際出来上がってから4年経ったっていうので、おそらく味わいも変わったんじゃないかなと思って予想して、結論から言うとあんま変わんなかったです。このアンドレ・ボノームさん17年から飲んでまして、だいたい 3,4 年飲み続けてるんですけど、味わいのベースビレクレッセっていうねの中でも非常にいい区画、まあプレミエとかないから全然有名じゃないと思うんですけど、まあ、レピデとかね、非常にいい畑も持ってて、樹齢も非常に古木の畑もいっぱい持ってて、こってりした樽もね作るのが特徴なんですけど、比較的この20年に関してはどのをね畑から取ったとかっていうのはあんまり、アンドレ・ボノームさんってもちろん畑ごとのキュベも出してるんですけど、このオールクラッセっていうのは全部の畑から樹齢を古木のものを集めて作った、だからいわゆる長熟向けなんですけど、ピールさんも2年前に伺った時に3年ぐらいは寝かしてほしいキュベだって言ってたんですけど、個人的にはあんまり変わんなかった。その理由がちょっとボノームさんの持ってきますね、オールクラス。これ2020美味しいし。はい、これも20年です。100% 樽で熟成させていて、うん、20% が新樽です。樹齢がもっと高くて、75歳から約100歳、うん、来年100歳を迎える価格が2価格あるんですけど。美味しい。めちゃくちゃ美味しい。ミネラル感感じられてすごい、めっちゃバランスいいですね。コンプレックスストクチュールでビビン、こちらの方がより複雑味があってより骨格がしっかりしてる感じかなと思うんですけど、うん、ちょっとまだ閉じてるところがあって、フルーティーさはさっきの方が多分感じられたんじゃないかなと。さっき見たあのメナールっていうお向かいの畑のブドウも一部入ってます、うん。まあ、いつも同じ区画のブドウがこのキュベには入るのを決めてるんですけれども、どういうふうにそれぞれのキュベにブドウを振り分けてるかっていうと、樹齢だそうですね。さっきのだから BAUB には45歳から70歳、うん、でこのオールクラスは75歳から100歳っていう、そこで決めてるそうです。急いで飲んでほしくないと、うん、ワイン自体がこういうワインなので。そうですよね。この20年だったら実際その20年が年末年明けに日本に来るとしたら、うん、どのタイミングが一番飲んでほしいですかね。こう1年待って来年のクリスマスぐらいにこの20年を飲んでいただけたら。なるほどですね。いや、そのあとは10年間ぐらい楽しめるっていう感じで、やっぱほんと古木なんですよ。で、変わんなかった理由っていうのは何なのかなと思った時に、比較的20って酸がね結構強めに出てるなっていう、コテッとしたねトロッとしたニュアンスももちろんあるんだけど、やっぱ酸が強いから、その酸の熟成っていうのをじゃあ待ったらどんだけ持つのって言った時に、多分10年以上なんか楽勝で持つんで、だからまあ3、4年でも3年でも4年でもあんま変わんなかったっていうぐらい、比較的20はね早飲みできたのかなっていうねヴィンテージだったんですけど、脱線2日目なんですけどね、ビレクレッセって偉大だなっていう味わいだったんで、ちょっといざ飲んでみたいんですけど、昨日飲んだ感想やっぱ酸が強かったんで冷やし気味で飲んでもいいかなとは思ったんですけど、まずちょっと色合いとかもね、濃厚症やっぱ古木のねシャルドネこうなるんすよ。しっかりねてりトロッとしたニュアンス伝わりますでしょうか。この感じいいっすよね、うん、やっぱ酸強いっすね。やっぱ柑橘系レモンのニュアンスと、あとはどっしりとしたしっかりとしたシャルドネ、こう中にやっぱちょっと蜜のトロッとした蜂蜜っぽい
濃厚さがうかがえる香りが出てて、温度上げるともうちょっとこのトロッとしたニュアンスが出てくるとは思うんですけど、終始酸は感じる中でドシッとしたシャルドネです。あ、そこまで2日目になって変わってないんですけど、酸がね、昨日飲んだ感じよりちょっと穏やかになって、どっしりした足腰のボディ、ミルキーなニュアンスだったりとか、ちょっとミネラルっぽい塩っぽさとかっていうのも感じれて、2日目でね、ちょっとだけ複雑味が出てきてますね。めちゃくちゃ美味しい、もう長熟もできるしっかりとしたシャルドネ。エレクレッセって収穫するときに、もうこれブルゴーヌのね、コートドールとかになると当たり前なんですけど、手摘みで収穫してる人ってあまりいないらしくて、だからアンドレ・ボノーヌさんが手摘みでやってるっていうのがすごい打ち出してる方ですっていうぐらい珍しいみたいです。エレクレッセがめちゃくちゃ美味しいですよ。記念日にでもいいワインですし、こんだけね、どっしりとしたシャルドネだったらクリームソースとかカルボナーラとか、昨日ちょっとカルボナーラにも合わせたんですけど、すごい合います。で、お刺身とかで、ね、締めサバとか酢漬けとかで合わせたんですけど、お刺身とかよりもやっぱね、クリーム系のソースとかが良かったです。というわけで、ノームさんにはね、毎年これと合わせてるんで、今年も新しいこれで合わせたいと思います。朝商店の超特大のまな板買っちゃいました。めちゃくちゃでかいですよこれ。もう寿司屋レベルなんですけど、めちゃくちゃ切りやすくてちょっと感動しましたね。包丁に優しいまな板というシリーズね。あ、もうだいぶ柔らかいっすね。めちゃくちゃしっかり火通ってます。この感じ、ほんとね、包丁に傷つかないんだろうなって感じの、めちゃくちゃいいまな板ですね。これで行っていきたいと思います。揚げたてホクホク新タケノコ、めちゃくちゃうまい。やっぱ天ぷらってタケノコの、掘れたての新タケノコの旨味っていうのを本当に引き出してくれてて、不思議と甘みも出てくる。で、ちょっと木っぽいね、根っこっぽいニュアンス、これがブイブイと絶対合うと思うんで、行ってみます。
マリアージュポイント93、天ぷら。これタケノコじゃなくて普通のエビでもいいし、天ぷらと最高に合いますね、ボーノムさん。特に2020は酸が強いから、でさらにシャルドネのねっとりした部分があるから、塩の天ぷら、これレモンつけない方がいいかもしれない。うまいっす。ボノームさんはガストロノミー向けのワイン、めちゃめちゃ高級感もあるし芳醇なんで、ぜひ天ぷらと合わせてみてください。最高の夜になります。